高津臣吾、1968年11月25日隊は、元プロ野球選手、投手、監督、野球解説者、評論家。広島県広島市南区段原中町出身。現在は東京ヤクルトスワローズ2軍監督を務め、2020年度シーズンからは1軍監督を務める。主に抑え投手として、メジャーリーグベースボール、以下、MLB、日本プロ野球、以下、NPB、韓国プロ野球、以下、久保、台湾プロ野球、以下、CPBL を経験した初の日本人選手。NPB 歴代2位の通算286セーブ、史上2人目となる NPB、MLB 通算300セーブを記録している。2005年のシカゴホワイトソックス時代には MLB チャンピオンリング獲得している。広島市立段原小学校に上がる前に、七三町にできたマンションに引っ越す。当時はまだ高い建物が少なく、部屋の窓から広島市民球場がよく見えた。幼少の頃から市民球場に何度も通い、白地に赤いユニフォームでグラウンドで躍動する広島東洋カープ選手に憧れた。特にミスター赤ヘルこと山本浩二の大ファンであった。また、叔母が広島市内の歓楽街でフグ料理店を経営していて、叔母に頼み江夏豊にも対面する機会があった。小学校3年の時、地元の軟式野球チーム、段原レッドイーグルスで野球を始めた。張本勲らを輩出した、広島市立段原中学校に進むが、当時の野球部は活動が盛んでなかった。自宅に近い広島工業高等学校に進学。広島工業では、県内では図抜けた存在だった、上田俊二を見て、何か特徴が欲しいとスリークォーターから、アンダースローにフォームを変える。に控え投手兼一塁手として、春夏連続で甲子園に出場。第58回選抜は準々決勝に進むが、宇都宮南高のエース高村優に抑えられ敗退。第68回全国選手権は3回戦で、鈴木健のいた浦和学院に敗れた。本大会での登板はなく代打での出場にとどまるが、広島大会では4試合に登板して2完封、準決勝でも、尾道東高に完投勝利し、甲子園出場に貢献している。高校卒業後は、小川成美監督に勧められ、亜細亜大学に進学。同期に小池秀郎がおり、投げの日本柱として活躍。東都大学リーグでは2、春秋季連続優勝を飾る。同年の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で東北福祉大を下し優勝。リーグ通算40試合に登板し11勝15敗、防御率 2.34、140奪三振。大学2年の時、スピードをつけるため、アンダースローからサイドスローにフォームを修正する。この時シンカーを投げるようになった。他の大学同期に川尻哲郎がいる。大学卒業後はカープを希望したが、カープは横手投げは取らないと言われた。社会人野球の三菱重工広島の内定を得ていたが、小池秀郎の視察に来ていたヤクルトスカウト陣が、下手投げの面白い手である高津に着目し、1990年度ドラフト会議にて、ヤクルトスワローズから3位指名で交渉権を獲得し、契約金5500万円、年俸700万円、金額は推定で入団。入団当時は、先発投手として期待されていた。特に目立った特徴のない投手だったが、プロ入り後、長い年月をかけて、シンカーを熟成させ、頭角を現す。すでに速いシンカーは投げていたが、野村克也監督から遅いシンカーの習得を命じられた。5月2日の対読売ジャイアンツ戦では、松井秀喜にプロ初ホームランを献上するも、チームのリードを守りきり、プロ初セーブを記録。この年抑え投手に転向し、当時の球団記録を塗り替える20セーブを挙げて、ヤクルトのリーグ優勝、日本一に貢献。この年の日本シリーズでは3セーブを挙げる活躍を、見せ胴上げ投手になった。熾烈なセーブ王争いに競り勝ち、プロ入り初のタイトルとなる最優秀救援投手を獲得。不動の抑えとして、自身のセーブ記録を更新する28セーブを挙げ、リーグ優勝、日本一に貢献。日本シリーズでは2度目の胴上げ投手になった。21セーブを挙げたものの年間投手で今一つの調子でチームの不振につられる形になった。7月21日に行われたオールスターゲーム第2戦では松井の代打として登場。相手投手のイチローと対戦し、ショートゴロに打ち取られた。シーズン序盤抑えとして結果を残せず、先発要員としても起用されるも先発でも3連敗と結果が出なかった。7月以降は中継ぎで徐々に安定感を取り戻し、抑えとして復活した伊藤利人が復活はしたが、故障明けで連投できないこともあり、左の加藤大翔と共にセットアッパー権を抑え、登板しチームのリーグ制覇、日本一に貢献。日本シリーズでは3度目の胴上げ投手になった。この起用に関してはこのシリーズで伊藤の不調があったが、監督の野村克也からも、最後は伊藤より高津の方が似合うの一言が、高津の長年の芯があることがわかる。伊藤が先発投手に復帰したこともあり、抑えを任されたが、シーズンを通して絶不調で抑え投手の座を失う。監督の若松努の就任とともに抑え投手として任命され、高津もその期待に応え自身のセーブ記録を更新するシーズン初の30セーブを挙げ2度目の最優秀救援投手のタイトルを獲得。自己最高の37セーブを挙げ3度目の最優秀救援投手を獲得、チームのリーグ優勝及び日本一に大きく貢献。日本シリーズでは4度目の胴上げ投手になった。日本シリーズでは自身の持つ日本シリーズの通算セーブ記録を8に更新して連続無失点も継続した。これが高津にとっての現役での最後の日本シリーズ登板となり、無失点のまま現役を終えている。2、佐々木一弘の持つ通算229セーブのプロ野球記録を更新。最優秀救援投手を獲得。オフには FA 権を行使。またフジテレビ系のプロ野球人プレー、好プレー大賞においてパンチパーマのカツラをかぶり、クリスタルキングの大都会を熱唱するという持ちネタを披露していた。1993年には人プレー大賞を受賞している。2003年11月にジョー・アーボンを代理人とし、シカゴホワイトソックスと年俸75万ドルの1年契約、2年目は球団オプションを結ぶ。4月9日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初登板を果たし、最初の打者として松井秀喜と対戦。その後はビリー・コッチに代わりクローザーを務める。開幕から無失点を続け、6月3日の対ミネソタツインズ戦まで24試合連続無失点を記録し、地元メディアからミスターゼロという名誉あるニックネームをもらった。監督のオジー・イーエンはマリアノ・リベラでも連れてこない限り、シンゴは我々にとって最高のクローザーだとコメント。9月には ESPN の選出したお買い得だった FA 選手ベスト10では大塚明則に次いで7位にランクイン。最終的にリリーフ投手中、リーグ3位のホイップ 0.98 と、同8位の防御率 2.31 を記録する投球で19セーブを記録した。10月28日には、球団がオプションを行使し、年俸250万ドルの1年契約を結んだ。も開幕からクローザーとして起用されるも、4月7日の対クリーブランドインディアンス戦で1イニング3本塁打を浴びるなど序盤から救援失敗が続いた。特に5月までの 14.1 回で7被本塁打を喫し、6月は防御率 0.96、ホイップ 0.75 と復調したものの、7月には防御率 12.60、ホイップ 2.20 と再び打ち込まれ、18日にリーフとなり、8月1日に解雇された。2005年8月12日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、9月1日にメジャー昇格を果たすが、オフに FA となり退団。このシーズンのホワイトソックスは、ワールドシリーズを制したため、チャンピオンリングを入手した。2、古田敦也が監督に就任したこともあり、入団テストを経て3年ぶりにヤクルトに復帰。シーズン当初は中継ぎを任されたが、石井宏敏、五十嵐亮太が故障離脱した後は主に抑えを務めた。10月7日の対広島戦、神宮で NPB、MLB 通算300セーブを達成。このシーズン、チーム最多の13セーブを挙げた。NPB、MLB 合計で通算300セーブを達成した日本人選手は佐々木一弘に次いでし2人目。は、前年同様、抑え投手を任された。6月30日の対中日戦、秋田に登板したその夜に、宿舎のホテルで入浴中に足を滑らせて転倒し、左足親指を剥離骨折、全治3週間し戦線離脱。夏場には救援失敗を繰り返し、8月半ばから再び2軍に降格。約1ヶ月後に1軍へ復帰し抑えに復帰。最終戦翌日の10月10日、戦力外通告を受けた。現役続行の意向を表明していたものの、12球団合同トライアウト、同年オフに2回実施については、自分にもプライドがあるし、考えていないと否定し、結局2回とも参加せず獲得の連絡を待ったが、獲得する球団はなく、11月30日付で自由契約公示された。1月18日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。しかし、オープン戦で登板した5試合で4回1、3を投げて、防御率 9.64 と結果を残せなかった。3月11日に、戦力外通告を受けたが、現役続行を表明。16日に、古巣のシカゴホワイトソックス監督のオジー・ギーエンから、勧められて入団テストを受けるも、不合格となった。2008年6月13日に、不振により退団したジェイソン・スコービーの代役として、久保の売りヒーローズと契約金$6万、年俸$12万で契約。久保では4人目の日本人選手となった。6月24日に初登板、6月29日には1回、2、3を無失点に抑え初セーブを挙げた。最終的に18試合に登板し1勝0敗8、セーブ、防御率 0.86 だったが、12月17日にダグ・クラークを獲得する球団方針のため退団。5月、ロサンゼルス郊外で、メジャー球団のスカウトが見守る中でトライアウトを受験し、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。40歳7ヶ月は日本人最高齢での契約となり、7月にAAA級フレーズのに合流した。1月4日に CPBL のコーノーブルズと契約。背番号もヤクルト時代と同じ22、6月12日に球界トップの13セーブ目を挙げ、所属のコーノーブルズが前期優勝を決め、胴上げ投手になる。11月26日、コーノーブルズから契約打ち切りを告げられたことを発表。1月24日に、新潟アルビレックス BC への入団が発表される。名球会会員が独立リーグでプレーするのは史上初。また、4月より並行して、フジテレビ、スポルト。の毎週火曜のレギュラー野球解説者務めることとなった。シーズン開幕後は試合日程に差し支えがない範囲での出演。BC リーグ1年目となる2011年のシーズンは27試合に登板し、0勝2敗16セーブ防御率 2.16 で、セーブ数はリーグトップであった。より、新潟の正式兼任監督に就任。8月31日。同年限りでの現役引退を表明。9月22日の長岡市悠久山の球場の新潟対信濃戦が引退試合となり、9回にアウトから登板し、原大輝をレフトフライに打ち取った。試合後には、集球式が行われ、ヤクルト時代にバッテリーを組んだ古田敦也に対して、最後の一球を投じている。監督としては、BC リーグ初、優勝。四国アイランドリーグプラス王者の香川とのグランドチャンピオンシップは3連勝し制した。同年限りで監督を退任。背番号22番は新潟の永久欠番に制定された。より、スポルトに加え、日本放送、ショーアップナイター野球解説者も務めることとなった。J スポーツの野球解説者、スポーツ日本の野球評論家も務める。同年10月23日、シーズンより一軍投手コーチとして東京ヤクルトスワローズに復帰することが発表された。2015年は、投手陣が安定し、救援防御率リーグ1位を記録、リーグ優勝に貢献した。からは2軍監督に就任し、から同チームの1軍監督を務めることが発表された。大リーグ経験者の1軍監督は、井口忠人以来2人目。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。